どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ワンポイントから T ポイントへのですね、交換が開始になりましたということで、本日はね、こちらの動画、速報でやっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、朗報ということで、嬉しいニュースがですね、やってまいりました。こちらね、公式サイトの、交換開始になりましたみたいなね、まあそういったページはね、ちょっと私の方ではね、見つからなかったんですけども、今回ですね、ワンポイントからT ポイントへのですね、交換が開始になりました。で、公式サイトにはですね、普通にこういった形に書いてありまして、T ポイントへの交換ということで、ワンポイントを T ポイントに交換。こちら、イオンのね、アプリから行うようになっておりまして、1ワンポイント、1 T ポイントにね、交換することができます。で、交換上限はね、1ヶ月に3万ポイントまでっていう風になっておりまして、有効期限が近いものからですね、このワンポイントから、T ポイントにね、交換されるっていった形になるんですよね。まあ、あとでね、ちょっと実際ね、やってみたいななんていうふうに思うんですけども、今回ですね、交換が開始になったのもそうなんですけども、1ワンポイントから T ポイントにですね、交換することができるっていうふうになりますんで、これはね、本当にいいですよね。300ポイントからとかね、500ポイントから、600ポイントからみたいな、最低交換ポイント数ってあるじゃないですか。まあ、これでね、結構失効されちゃう方ね、私もそうなんですけども、結構あるんですけども、今回ですね、1ワンポイントから 1T ポイントにね、交換することができるっていうふうになりますんで、これはね、本当にいいですよね。まあ、ウェル活とかね、されている方は、まあ、T ポイント使ってる方ね、結構多いと思うんですけども、まあ、実はっていうわけじゃないんですけどね、ワンポイントもウェル活でできるようになりましたんで、まあ、ここはそんなにね、変わんないのかな、なんていうふうに思うんですけども、ワンポイントからね、T ポイント交換できるようになりましたので、これからね、かなり利用しやすくなります。で、ANA マイル、JAL マイル、これをね、貯められている方はね、まあ、どういった感じのね、影響があるかっていう話なんですけども、このワンポイントっていうのは、こういった形にルートがなってるんですよね。ワンからですね、JAL マイルに交換する場合は、D ポイントをね、交換していただいて、JAL マイルに交換していただければですね、特にね、必要カードもなく、50% のレートで交換することができます。もちろんね、D ポイントから JAL マイルの交換が、まあ 55% とかね、60% とか、まあキャンペーンが来ればね、もうちょっと上がったりするんですけども、JAL マイルに関しては結構簡単にね、必要カードもなく交換することができます。で、ANA マイルなんですけども、ワオンからですね、ANA マイルっていうのはですね、こちら、今回ね、T ポイントから JR 急行、永久不滅ポイント、ANA マイルっていう風にね、ルートが組んでいると思うんですけども、今までですね、このワオンっていうのは直接 JR 急行に交換すること、まあ今もね、交換することができるんですけども、残念ながらですね、イオンスゴカカードがないと、このワオンから JR キューポっていうのは交換することができないんですよね。ですので、クレジットカードが1枚必要だったわけなんですよね。これが今回ね、T ポイントが交換できるようになったことによってですね、ワオンから T ポイント JR キューポっていうね、ルートが開通しましたので、必要カードがですね、なく、このね、ワオンポイントからANA マイルにね、交換することができるようになったんですよね。まあもちろんね、JQ セゾンカードとかね、みずほマイレージクラブ ANA カードがないとですね、この ANA マイルに交換することはできないんですけども、まあ現状ね、このセゾンとみずほマイレージクラブ ANA 持っている方に関してはですね、かなりね、朗報っていった形になるんですよね。またね、交換に関してもね、即時でね、交換することができると、まあ、聞いておりますんで、かなりありがたいですよね。またですね、私の動画でね、結構紹介させていただいているんですけども、楽天キャッシュをですね、ミニストップでね、アメックスからね、経由して購入されている方はですね、こちらね、ミニストップでワオンで購入されている方は、1% 還元ね、ミニストップでワオンで楽天キャッシュっていうね、ポサカードを買ってるにもかかわらず、なぜかね、1% 取れるんですよね。こちらね、3月31日現在ね、まだ普通にポイント付与されておりましたので、まあ今もね、取れると思うんですけども、まあこういった購入されている方もですね、ワオンポイントね、溜まっていきますんで、こういった方もですね、ANA周りにね、交換することが、まあ容易にね、できるようになりますので、こちらね、利用されている方もかなりね、嬉しいニュースではね、ないのかなと思います。それではですね、実際にね、交換していきたいなと思います。今回ね、イオンアプリからね、できるということで、こちらのアプリですね。これを立ち上げまして、で、交換自体はですね、この右下のね、マイページっていうのがあると思いますので、マイページの方にね、行っていただきます。そうするとですね、外部連携サービスで、ポイント交換っていうのがね、ありますよね。これをクリックいたします。そうするとですね、
ポイントに関する、注意文確認上、T ポイントに交換するっていうのがね、ありますよね。そうすると、これをね、押していただきます。そうするとね、Yahoo ID でね、ログインを始めるっていうね、画面になりますんで、これで行きましょう。では、ログインができました。そうするとね、T ポイントの交換ということで、私はね、先日ね、交換したばっかりなんで、94ポイントしかないですね。はい、94ポイント入れていきましょう。よいしょ。ポイント数入れたら、もう、ポイント交換の取り消しはできませんということで、これで、はいを押します。そうするとね、これでもう T ポイントの効果完了しましたということで、めちゃくちゃ手軽ですね。はい、ということで、ちょっと T ポイントの方を見ましょうか。はい、こちらね、T ポイントの方を見ると、ワンポイント交換ということで、本当にね、即時で交換できておりますね。いや、非常に便利ですね。これはいいですね。はい、こういった感じでね、今後ね、利用される方は、ぜひね、やってみていただければなと思います。ということで今回ですね、ワオンポイントから T ポイントね、交換開始ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、即時で交換できて、またね、1ポイントから交換できるってめちゃくちゃいいですね。マイル貯められている方はですね、今回ね、ANA マイルもね、交換しやすくなりましたので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。